では澤田選手に来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、今節がデビュー期ということで、どうですか、慣れてきましたかね。そうですね、もう今節で9節目で、ようやく、はい、だんだん慣れてきているところです。はい。まあ、今節船足としてはまだ1走しかしてませんが、いかがですか。はい、自分この中でワースト期引いたんですけど、でも 27% なんですけど、そんな感じせずに普通の足はあるかなと。足合わせしても全然負けてないんで、全然レースで戦っていけそうだなという足はあるんで、はい、あります。船足を調整する上でどこを大切にされてますか。いや、まだそんなんもう全然、まだ全然わからないことばかりなんですけど、とりあえず先輩に聞いてそれ、やってみて、でもそれを繰り返して体で覚えていくしかないかなと思ってます。はい。昨日はちょっと早いスタートだったんですけど、見え方どうですかね。いや、もう早いと思ってもうめっちゃ落としました。はい。まだちょっとつかみきれてない感じですかね。でも朝の特訓ではだんだん景色も見えてきたなとは思います。結構スタートにはもう行こうっていう気持ちで毎節臨んでる感じですかね。行こうとは思わないですけど、遅れないスタートは欲しいなとは思います。わかりました。ちょっとプライベートの話を聞かせてもらいたいんですけど、はい、お休みの日とかは何かされてますか。特にこれやってることが多いかなっていうのは、最近ちょっとロードバイクをちょっと先輩に勧められて買ったんで、ちょっとこれからはロードバイク乗ってトレーニングがてらに、はい、ちょっと始めようかなとは思ってます。結構いいロードバイクを。いや、全然もうそんないいバイクじゃないですか。とりあえず乗れればいいかなっていうと思って、はい、先輩もやってはるんで、それでコミュニケーションも取れたらなと思って、はい、始めようと思いました。じゃあロードバイクか、練習行かれるかっていう感じですかね。そうですね、もうほとんど毎日練習して、それ以外の日とかはロードバイク乗ろうかなとは思ってます。目標としているレーサーとかっていうのはいらっしゃいますかね。はい、もちろん、師匠である馬場芳也さんをもう目標としています。もうレーススタイルが本当にもうスピードある旋回で、もうとてもかっこいいなと思って、そういうような迫力のあるレースをしていけたらなと思います。ありがとうございます。では最後にですね、たくさんの人が応援していると思います。一言お願いします。はい、たくさん船木に絡めるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。なんかやっぱなんかデビュー期なのですごい雰囲気ありますよね。どういうことですか。記者さんとかに言われないですか。なんかデビュー期に見えないよねとか。いや、全然そんなに言われないです。言われない。初めて言われました。本当ですか。マジですか。すでに強そうな感じが多分。いや、本当ですか。見た感じのオーラみたいな。前節とかもあれ全部6コースですよね。あ、全部6コースです。すごいっすよね。いや、すごい。資格も取ってるし。いや、